はいどうも皆さんこんにちは、三川です。今回は北新川駅の近くにある高浜川橋梁で撮影します。てか三川線の碧南川に来るのが地味に8年ぶりくらいだったりします。豊田川の三川線は結構乗るんですがね。まあとりあえず本日もよろしくお願いします。北新川駅から高浜港駅方面に15分くらい歩いて、高浜川橋梁に来ました。ちなみに今の時刻は16時半過ぎで、日がもうすぐ落ちそうなので早く撮影したいところです。あと風が強くて寒いので早く退散したいです。光線はそこそこ良さそうですね。まず最初に碧南方面から来る6500系を撮影します。いつから三河線に6500系が導入されたか忘れましたが、個人的にはまだなんか慣れないですね。ちなみに撮影する構図ミスってます。次は地流方面から来る6000系を撮影します。一応これが個人的に撮影したかった構図です。高浜川橋梁でのラスト撮影です。碧南方面からの6000系を撮影します。新川駅周辺まで戻ってきました。次はこの踏切で地流行きの6000系を撮影したいと思います。ちなみにこの踏切なんですけど、なんと踏切と交差点が融合した珍しい踏切になっています。全国にどれくらいこのような踏切があるか知りませんが、少なくともこれを除けば東海地方にはこのような踏切はないと思います。踏切が鳴り始めましたね。そういえばなんですけど、この交差点にある信号は踏切と連動しており、三河線の電車がこの踏切を通る際には当たり前ですけど赤信号になるようになっています。さっき動画を撮影した側とは逆の場所に来ました。ここでこの交差点兼踏切を通過する車を眺めてみたいと思います。やっぱり踏切に交差点があるって違和感を感じますね。北新川駅に戻ってきました。北新川駅の駅舎は1947年に改修されたものを現在でも使っているようです。最後に北新川駅に到着する車両を2本撮影してこの動画を終わろうと思います。今回の動画はゆっくり実況旅動画の短編みたいな感じなんですが、これからはこんな短編の動画ももっと出していこうと思うので、ぜひ期待して待っててください。あとチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。